よっしゃ、一丁上がりだ。魔獣の討伐依頼はこれで終了だな。それにしても魔獣を追ってとはいえ、ずいぶん遠くまで来てしまったな。すごく寒い、寒いよ。だな、近くの村にでも寄って温まってから帰ろうぜ。それなら近くに町がある、そこへ寄るか。あの町か、季節柄ちょうどいいかもしれないな。あの町って？そりゃ行けばわかる、案内してやる。ほら、ついてこい。こんな山あいに町があるなんてな。警備もしっかりしてら。でもこの町に一体何が？あれ、この音。綺麗な歌声ですね。これぞこの町一番の名物、ハルモニア合唱団の歌声だ。ハルモニア合唱団。音楽の素養を認められた少年少女しか入団を許されない名門合唱団だ。清らかな高音で歌われる歌は災厄を鎮めると言われている。年に一度この町で発表会が行われる、それがこの時期ってわけだ。待つんだ。彼は魔獣じゃない。彼は。そうなのね、白熊とか魔獣とか失礼しちゃうの。僕はドラゴンのマリティウス、よろしくなのね。キュートにマリティって呼んでね。なあ、よろしくマリティ。やけに人慣れしたドラゴンだな。それにどうしてこんな街中に？そりゃ僕はハルモニア合唱団のオーナーだからね。何か文句でも？僕が合唱団をずっと守ってきたのね。その甲斐あって今ではたくさんのお客さんが聞きに来てくれるように。君たちも合唱を聞きに来たんだよね。なあ、ぜひ聞きたいな。会場までご案内するの。行こう。わー、今日が発表会の日なんだ。ラッキーだね。そうだね。よし、みんなマリティについて行ってみよう。何かあるのか？発表会開催100周年記念で豪華ゲスト
の卒団生でね。一人目は指揮者のミクセル。今回特別に合唱団の指揮をしてくれるんだ。ほら、彼だよ。お集まりの皆さん、ハルモニア合唱団の発表会へようこそいらっしゃいました。本日指揮を務めさせていただきます、この合唱団の卒団生ビクセルです。この記念すべき発表会に皆様に素晴らしい歌声を届けられるよう、後輩たちともども尽力いたします。プロの指揮ですか。めったに見られるものではありませんね。もちろんゲストだけがすごいわけじゃないけどね。今期の合唱団はみんなすっごく頑張り屋さんで才能にあふれてるの。その中でも特にすごいのがエリアス。ほら、あの子だよ。トンチンカンな俺でも名前ぐらいは知ってるぜ。あの有名な歌姫の歌声を間近で聞ける日が来るとは。でもここからが本番なのね。いよいよ主役の合唱団の出番。客の避難が間に合わない。魔獣を食い止めないと。どうしよう、どうしよう。マリティは早く観客や合唱団の子供たちを避難させてくれ。ここは私たちに任せて、早く。でも君たちは。俺たちなら心配ねえよ。魔獣退治なら慣れっこだ。そういうこと。あいつら町の外からなだれ込んできやがるぜ。よし、町の外へ押し返すぞ。みんな行こう。
な覚悟はできておるか。あ、私のトリックを見せよう。魔獣を追い返すんだ。町に入れるな。声を任せろ。行くぜ。冗談の歌声、もう一回聞きてえな。なあ、そのためにもまずは魔獣を倒そう。うん、ありがたくいただいておこう。覚悟。さあ、これで終わりにしてやろうぞ。あ、肩をつけるぞ。あと少しだ。このまま勝利を。覚悟。覚悟。また最強に一歩近づけたようじゃな。俺はアルベリア王国第七王子。君が噂の王子様なの？ほへへ、全然気づかなかったよ。いいよ、それよりも、いつ魔獣が襲ってくるかわからない状況で発表会なんてできないわよね。観客の安全も確保できない。もう発表会は中止にするしか。この日のためにみんなで練習してきたけど、こればっかりは。つまんねえよ。なあ、魔獣を退治して安全が確保できれば発表会が開催できる。そうなんだね。そうだけど、でも魔獣を退治できる人なんて。俺たちが協力するよ。魔獣を倒して安全を確保する。これが終わったら発表会できる？ああ、全力を尽くすよ。だから少しの間待っていてくれるかい？はい。僕も。うん、みんないい子だね。どうかな、マリティ。合唱団のオーナーとして子供たちの願いを叶えてあげたいの。魔獣を退治して発表会を開けるようにしてほしいの。お願い。ああ。エリアス、大丈夫かい？別に、ちょっとむせただけ。ほっといてください。エリアス、先輩が気にかけてくれたのにそんな言い方。先輩、歌を諦めたこの人が。エリアス。僕はあなたを認めません。じゃあこれで。おいおい、なんだよあの態度。あの席、もしかして。席？あそこまで言われてあいつの心配してんのか。まあ、歌を諦めたのは事実だしね。とにかく俺たちも協力するよ。ああ、ありがとう。無事に発表会ができるようにみんなで頑張ろう。おう！
感じ。全然眠れないし、明日になったらこの声じゃなくなってるかもしれないんだ。怖い、怖いよ。なくなれ、全部、全部、全部。昨日の夢、なんだか変だった。忘れたいのに忘れられない。全部なくなれって発表会のこと？違う、僕はそんなこと思ってない。合唱団にいられなくなるからって、そんなこと思ってないよね。そっちにいたぞ。外、なんだか騒がしいな。また魔獣が来たんだ。あの人たち大丈夫なのかな。くそ、次から次へと。町の中へ入れたら大変なことになる。雪山の方へ押し返すんだ。みんな行くぞ。みんな覚悟はできておるか？ああ、準備はできてる。次から次に出てきやがって。焦らず落ち着いて倒していこう。これも神の恵みか。スキアリヤッハーセイホッ。ドラゴンの気合を感じるぞ。自分マジで暴れでもしたらさせねえよ。あともう一人だ。はっ、覚悟。さあ、これで終わりにしてやろうぞ。うん、気を抜くなよ。うん、また最強に一歩近づけたようじゃな。くそ、キリがね。お困りのようですね。あなたは六列屋さん。あらあら、こんなにたくさん。前に出たら危ない、下がるんだ。優しいのね。でもこれくらいなら。何者だよ。歌手じゃなかったのか。ただの歌手ですよ。でも趣味で武芸をたしなんでいて。趣味ってレベルかよ。とにかく助かりました。ありがとうございます。ええ、皆さんご無事で何よりです。ルクルチオ。あら、ビクセルとマリティ、そんなに慌てて何かあったの？何かあったのじゃないだろう。いつの間にかいなくなって。心配したのね。このすすり泣きは。
さんが出ていくのを見て止めなくちゃって思ったのに、怖くて緊張して声が出なくて、おいおい、そんな大泣きしなくても、もう魔獣はいねえんだし。どうか泣き止んでね。こんな私嫌なのに、みんなにビビリって言われるし、たくさん練習しても舞台に立つと思い通りに歌えなくて、本当はもっと歌えるのにできなくて、でも本当は私もエリアス君みたいに一人でもかっこよく歌えるようによしよし、あなたは勇敢な子よ。守ろうとしてくれてありがとう。とにかくみんな無事でよかったのね。順調に魔獣を倒せてるみたいだし、このままよろしく頼むのね。ピアチェはそろそろ教会へ戻った方がいいんじゃないか。ピアチェか、あの調子じゃソロを歌える日は遠そうだな。まあまあ、ピアチェなりに勇気を出してきたんじゃないか。みんな発表会を心待ちにしてる。早く魔獣を追い払わないと。心待ちにね。エリアスってガキはそんなこと思ってなさそうだったけど、態度悪かったし。そう、ムキになんなって。エリアスは素直になれないお年頃ってやつさ。もうかもしれないね。さあ、魔獣の討伐を続けよう。お年頃か、それだけだったらいいんだけどね。じゃあ練習を始めましょう。まずは私が歌ってみせるわね。明日が迎えに来るから、これはただのお休み。ありがとう。じゃあ次はみんなの歌声を聞かせて。じゃあ、行くぞ。明日が迎えに来るから、これはただのお休み。ちょっと止めて、エリアス。はい、僕ですか。ええ、何か心配事でもあるの？どうしてですか？あなたの歌、不安に震えているように聞こえる。歌声は正直よ。はい。エリアスが注意されるなんて今まで一度もなかったよな。どうしたんだろう。はい、無駄話はしない。それじゃ、先ほどの続きから。では、今日の練習はここまで。ありがとうございました。話しかけないで。
な風じゃなかったのに、どうしたのかな。ルクレッチアさんに叱られた。喉がおかしくなければ僕だってどうして僕なの。こんなに歌いたいのに。この歌、ルクレッチアさん。僕はもうどんなに頑張ってもあんな風に歌えないんだ。なくなれ。何この声。なくなれ。全部お前この前僕の夢に出てきた。何なんだよ。何がしたいんだ。大人なりたくない。全部なくなれ。それこの前も夢の中で。違う、僕はそんなこと思ってない。心の闇の力星を。やめろ、来るな。闇の力星を。それとも僕また夢でも見てたのかな。あ、なんかこいつらさっきより力増してねえか。そんな気がします。一体どうして。この先にはさらに強大な敵が待ち受けているかもしれない。みんな油断せずに進もう。逃がさん、せい、覚悟。みんな覚悟はできておるか。いつでもいける。せい、中が強くなっているかな。一体何が起こっているのでしょう。覚悟、やっ、覚悟。嫌な予感がします。これは強敵の気配だな。気を引き締めていこう。ドラゴンの気合を感じるぞ。大切に持ち帰ろう。必ず勝つ、強さの証明じゃ。ああ、勝利の後はパーティーだ。覚悟。また最強に一歩近づけたようじゃな。
また最強に一歩近づけたようじゃな。なんとか倒したか。これは異界のかけら。どうしてこんなものは。さっき倒した魔獣が落としていったみてえだな。ああ、とにかく町へ戻ってマリティたちに報告しようか。褒めていいんだぞ。ほら、調子に乗るな。でも、おかしいな。この町の周りでそんなに強い魔獣が出たことなんてなかったんだけどな。ああ、こんなに頻繁に襲撃されたり強力な魔獣が出るなんておかしい。まるで魔獣がこの町に集まってきているみたいだ。もしそうだとするなら何か原因があるはずですよね。ああ、例えばこの町に魔獣を引き寄せる何かがあるとかね。それからもう一つ不可解なことも。魔獣が強くなってきている。気づいていたんだね。ああ、何か力の源になるようなものでもあるのかな。もし力の供給源のようなものがあってそれに魔獣が集っているとしたら。確かに辻褄は合うな。だがまだ断定はできない。そうだね。全てを解決するにはそれらの謎を解く必要がありそうだ。ええ、魔獣を倒しきってもう一度発表会が開けるといいんだけれど。はあ、エリアス、バカでかいあくびしてやんの。はあ、見ないでよ。こんなところで大あくびしてんのが悪い。どうした？寝不足か？別に、最近悪い夢ばかり見るから。おお、それどんな夢なんだ？怪物が出てきて、僕の中の闇を。闇？おい、本当に大丈夫か？顔真っ青だぞ。別に平気。夢の内容は思い出せない。忘れちゃったよ。じゃあ僕もう練習行くから。おう、頑張ってこい。あんまり無理すんじゃねえぞ。悪夢ね。神の歌声を持つって言われてても悩みとかあんのかな。そりゃあるだろう。あのくらいの年頃はあることないこと悩みまくるもんだ。そうやって悩んで乗り越えてみんな大人ってやつになんのさ。わ、私が先に来たんだよ。私もルクレチアさんに教わってちゃんと歌えるようになりたいんだもん。先に来たからってルクレツヤさんを独り占めする権利なんかないだろ。それにピアチェがソロパートなんて練習しても意味ないじゃないか。ソロパートは僕が歌うんだから。でも頑張りたくって。
まあまあ、二人とも見てあげるから仲良くしましょうね。じゃあピアチェから歌ってみて。明日が迎えに来るから、これはただのお休み。では次はエリアス。明日が迎えに来るから、これはただのお休み。いいわよ、二人とも。そうね、ピアチェは自信のなさが歌声にも現れてしまっているわ。もっと自分に自信を持って楽しんで歌ってみてね。エリアスはとても上手。いつまでも聞いていたいくらい。本当ですか？ルクレツィアさんに褒めてもらえるなんて嬉しいです。あとはもう少し荘厳さを意識すると良くなるかも。例えばこんな風に。誰もが見すごい。この歌声はルクレツィアか。本当に見事ですね。ああ、ルクレツィアはいつも一番だ。二人は合唱団の同期だっけ？ああ、いつも競い合っていたよ。懐かしいな。それも優勝だったんだ。でもそれならどうして指揮者に？それは俺の弱さだ。声変わりを機に歌から遠ざかった。そのまま歌を諦めて指揮の師匠に弟子入りをしたんだよ。この合唱団は高音が出るとしか解析できないんだよ。もっとも合唱団にいるときはそんなことは考えもしなかったけどね。一生懸命だからこそ周りが見えなくて固執してしまうこともあるんだよ。せっかく褒めてもらえたのに、喉の調子がどんどん悪く、このままじゃ居場所がなくなっちゃう。この世界のどこにも、どこにも。今の音何？山の方から。なくなれ、なくなれ。この声、まさか夢に出てきたあの怪物。どこにもなくなる。それなら全部なくなる、なくなる。さっきから何をごちゃごちゃ言ってやがる。それ以上出てくんじゃねえ。ダメだ、聞いてねえ。このままじゃこいつが異界の狭間から出てくんのも時間の問題だぜ。ここで戦えば町にも被害が出る。それは避けたいが。
くそ、異界のかけらを落とした魔獣はこのバカでかいのの手下だったってことか。異界のかけら、そうか、みんな異界のかけらを使おう。この魔獣が外に出てくる前に逆に中に入り込んで倒すんだ。なるほど、攻撃は最大の防御というわけですね。ああ、そういうことだ。みんな、異界の狭間へ行くぞ。また最強に一歩近づけたようじゃな。なんとか撃退できましたね、殿下。これでしばらくは安心かと。だが根本的な解決にはなってね。あの魔獣を倒さねえと。お？白熊、どうした？マリティなの？それはともかく、あの魔獣どこかで見たような。100年くらい前にこの町に現れてね、みんなで追い返したんだよ。追い返した？あんなでっかいのか？前はあんなにでっかくなかったよ。普通の魔獣で。エリアス、どうしたんだ？ちょっと気になることがあって。さっき吠えてた魔獣のこと、たまたまかもしれないけど、僕あいつを夢で見た。知ってるんだ。夢で？夢に出てきて僕の心を見透かしたようなことを言って、それで。そういや、悪夢を見るって言ってたな。あいつのことだったのか。私もあの魔獣を知っています。ルクレツヤ、君もなのか？実は俺もだ。あ、お二人もサブナックの夢を見たんですか？私は声を聞いたの。あの恐ろしくて悲しげな声、忘れられない。俺はエリアスと同じで夢に見た。合唱団を抜ける直前だったと思う。これはどういうことでしょう？わからないけど、調べてみる価値はありそうだね。マリティ、合唱団のみんなにサブナックを知ってる子がいるか聞いてみてくれるかい？ほいほいさ。ルクレツヤ、ビクセル、エリアスは詳しい話を聞かせてほしい。合唱団の皆さんに話を聞いて分かったことをまとめると、合唱団の子供たちの中にも
何人かサブナックを知る者がいた。夢を見た、声を聞いた、いろんな子がいたよ。ですが、実際にサブナックに会ったのはマリティさんだけ。それも100年以上も前なんでしょう？そうだよ、100年の間に大きくなっちゃったんだよ。100年の間に一体何が？サブナックと合唱団の関係は？別に関係なんかないかもしれないけどね。その可能性もあるけど、そうじゃない可能性も十分ある。今はできることをしつつ、サブナックについて調べていこう。そんなの大丈夫か、エリアス？エリアス、君、やっぱり。なんでもない。僕のことは放っておいて。なんか様子おかしかったな。追いかけた方がいいか？いや、そっとしておいてあげてほしい。今は考えることが山積みだろうから。ん？何か心当たりがあるのか？ああ、俺も経験したからね。誰もが通る道、そう思ってもなかなか受け入れられなかった。もしかしてエリアスは？俺の口から言うことはできないよ、彼の問題だからね。そうだよな、分かった。エリアスの態度も気になるけど、本人が話してくれるのを待つよ。今は魔獣退治に集中だ。行こう、みんな。みんな覚悟はできておるか？ああ、準備はできてる。仕方がない、エリアス。ああ、彼の苦しみがわかるから余計にね。覚悟！戦いもそろそろ最終楽章かな。ああ、最後まで油断せずに行こう。覚悟！覚悟！覚悟！ドラゴンの気合を感じるぞ。逃がさない。大切に持ち帰ろう。すごい技だな。また最強に一歩近づけたようじゃな。なんだ、サブナックのこと何か分かったか？その通りなのね。え、本当に分かったのか？聞かせてくれるかい？ああ、サブナックを知る子供たちに話を聞いたんだ。子供たちにはある共通点があった。それは何だったんだ？みんな心に闇を抱えていたんだよ。闇？なんだそれ。嫉妬や憎悪、人の醜い部分です。この合唱団の子たちは皆音楽に情熱を燃やしています。時にはしのぎを削り互いを高め合う。それは素晴らしいこと。でも情熱の炎は時として
強く大きく燃え上がりすぎて自分を傷つけてしまう。つまり？あの子よりうまく歌いたい、そんな純粋な感情があの子がいなくなればいいに変わることもあるってことさ。私も人を羨んでばかりいたが、そんな自分が嫌になったりもして。あなたほどの歌姫にもそんなことが？もちろん、大人になるにつれてだんだん気持ちを抑えられるようになったけれど、今でも思い出せるあのほの暗い感情は闇以外の何者でもない。でも合唱団の子供たちの心の闇とサブナックにどんな関係が？もし、もしだよ、サブナックがこの街を狙った理由が合唱団にあるとしたら、100年前は小さかったサブナック、それがあんなに大きくなっちゃったのは、100年の間その心の闇から力をもらってたからだとしたら、辻褄は合うか。しかし、誰かいるの？エリアス、もしかして今の話聞いて。僕エリアス、追いかけよう。エリアス、エリアス、王子、あそこエリアスだ。来ないで、僕この町を出ていくから。さよなら。待つんだ。嫌だ、僕がいなくなれば済む話なんだ。そうじゃない、止まるんだエリアス。追いついた。エリアス、大丈夫か？つまずいてばっかりだ。なんで僕なんだよ。話をしよう、エリアス。はい、で、起き上がれるかい？自分で立てるよ。どうして逃げたりしたんだ？だって僕のせいだから。あいつ言ってた、全部なくなれって。僕の思ってたことをそのまま。全部なくなれ？合唱団で一番の君がどうしてそんなこと？ビクセルさんにはもうバレちゃってるよね。ああ、俺も通った道だからね。僕の声なくなっちゃうんだ、もうすぐね。やっぱり声変わりを迎えてたのか。うん、発表会のちょっと前から高い声が出にくくなって、合唱団にいられなくなるのが嫌で、歌えなくなるのが嫌で隠してた。僕は歌えなくなるのに、歌えるみんなが羨ましくて仕方なくて、僕が歌えない世界なんてなくなっちゃえって心のどこかでそう思ってた。そしたらあいつが夢に現れて、
闇の力が欲しいって言って僕の心から力を奪ったんだ。あいつは僕の心の闇で強くなったんだ。やっぱり僕のせいだよ。違うよ、エリアスだけじゃない。他にも心に闇を抱えてる子がいた。そう、俺だってあの化け物に力を与えてしまった者の一人なんだ。僕、どうしたら。このまま利用されるしかないの。弱さにつけ込まれてあいつの思い通りになるしか。これからどうするかは君次第だ。君が自分で選ばなきゃならない。サブナックを放置して逃げ出すか、自分の弱さに向き合ってサブナックを倒すか、道は二つに一つだ。俺は逃げた。自分の弱さに向き合えず、歌を捨てて四季という新しい道を見つけた。逃げた先に新たな道が開ける場合もある。君は逃げたいのか。僕はサブナックから逃げ、この街を去り歌を捨てて、それが君の納得する答えなのかい。違うよ、僕は歌を捨てられない。歌が大好きだから。それなら君が選ぶべき道は初めから決まっているんじゃないか。うん、ありがとうピクセルさん。あと今までごめんなさい。僕、自分の弱さに向き合うよ。これを乗り越えないと歌い続けられない。自分の未来からもサブナックからも僕はもう逃げたくない。ねえ王子様、僕にもサブナックを倒すのを手伝わせて。でもそんなにうまくは戦えないかもしれない。でもこれは僕たちの戦いだから、自分で倒さなくちゃ。弱さが消えるまで何度でも立ち向かわなくちゃ。そうだな、分かった。一緒にサブラックを倒そう。これは魔獣との戦い、同時に少年少女一人一人の自分との戦いだ。覚悟はできておるか。あ、私のトリックを見せよう。覚悟覚悟覚悟。はっ、エリアス、大丈夫か。怖いけど、でも、頑張るから。おお、だからか。悪い気分ではないな。サブナックは僕の弱さ、僕が倒さなくちゃ。一緒に異界の狭間へ行こう。ドラゴンの気合を感じるぞ。よし、後で山分けだな。覚悟覚悟。喧嘩一戦やだ。うん、また最強に一歩近づけたようじゃな。